まあ、左手が大覚寺ですね。さあ、ここ。これもあの練り粉を買ったじゃない。はい。ほらここへこうね、お香を乗っけてこうやって。言ってました、ね。これ持ってるよ、今だね。あれやると何かいいことあるんですか。いや、集中できる。本当ですか。うん。あれは集中力を。これ見て、これ、はい、この風景。ここよく出てくるよ。これですか。うん、あの相撲場みたいなところ。まあ、カメラでもかな。最初来た時雨すごかったですよね。そうそうそう、初回来た時雨だった。はい。これぐるっと回ると諦めたよね。そうです。うお、今日新しい発見しました。何？上になんか石並べられてます。え？あ、これね。いや、置いたんだよ。どういう、なんかおまじないですかね。おまじない、なんなんだな。ほら、よくそこで仕事に。鬼兵もそうよ。さあ、これからも皆さん必ず一度見たことがある風景のところに行きましょう。いいですね。語りが入るとやっぱりいいですね。はい、この道です。この道はもう時代劇ファンならおなじみの、旅立つ時にここを使ったり。あ、一応こっちにも池にも名前があるんですね。ん？工場に来て。はい。こういうところからほら仕事にも出てきたりするの。なんか水すごい綺麗になりましたね。流れたかね。前より前なんか表面は何かに覆われてました。この道この道。はい。これスミレですか。あ、これ綺麗だね。これなんだろう。スミレこんなちっちゃくないですかね。スミレはネモフィラでしたっけ。フィモネラでしたっけ。何なん、そんなのなかったでしたっけ。いや、そんなの知らない。うわ、しょ、でっかい鯉です。え、鯉もいるの。息してます。あ、なんか今ほらほらいるいるいる、ほら尾びれが見える。尾びれがカメラじゃちょっと映んない。でっかいよ。これがでかいよ、これ。あらららオオカの隠居だよ。なんかやってます。ん？なんかやってますね。なんか掘ってんじゃない？穴掘ってんすか。飲み込むなよ、鯉が。わっ。で、カメラも掘り出すんだよね。ちょっとこれ撮ってよ。この、はい、この道。あそこもよく出てくるよね。あれですね。そうですね。見たことないでしょ？時代劇。そうですね。いい加減だよね。僕は中村モンドさん好きですよ。あ、そう？あ、違う、中村モンドさんじゃない。何？名前を。はぐれ刑事純情派。ああ、藤田誠さん。はい。めちゃくちゃ見てました、はぐれ刑事純情派。ケイン小杉と。ああ、じゃああれ何作目かな。あともう一人の年配の男性をすっごい好きなんですよ。今でもたまに刑事モンとか出てますけど。誰？なんかハンサムな。ああ、はいはいはい、あの人昔から時代劇やなんか出てる、はい、すごい好きです。ここよく出てくるよ。ここでほら女の人が手ごめに遭いそうになったりして、はい、こうやって助けんだよ。あ、壁なんか白く綺麗になりましたね。綺麗になったな。はい、何度も何度も来てるとね、だいぶ分かってくるな、はい、日に日に新しくなってきますね。じゃあここはもういつも出てくるお堂、お堂かね、お堂だな。ここは飛び降りてブスッてやったりするのよ。こっちもよく出てくる。あっちはいいんですか、五重塔みたいな。あっちは後で行く。後で行きますか。こっち多分ね、はい、行けないんだよ。はい、そうですね。行き止まりだってね。そうですね。いや、なんか来てもいいね。
ここいない？いない。いない。でかいのがいるらしいですよ。オオカの人気だ。いっぱいいるね。背中だけ見えてます。おー、すごい。いやー、すごい。浅いんですかね。浅いんだね。これ子供やなんかパクってやるんじゃない？人の食いなの。子供やなんか。ここもよく出てくるな。この赤いお堂。これ向こう行けなかったよね。行けないです。これが出てくるんですか。うん、これが出てくるんですか。こういうのが出てくるよ。こういうところで土左衛門が上がって、ここで練習してるとか、よく出てくる。その時にはこういうのは外しますけどね。この木すごいですね。立派ですね。そうね。生きてんだね。ちょっとジブリっぽい感じもしますね。ここからなんか出てきそうだね。はい。これ根っこだ。え？さあ、はい、なんすかこんなとこ呼び出して。呼び出して、ね、さあ連れてこられたんですけど、実は、はい、ここだけの話でございますがね、はい、死んでもらうぜ。顔しか映ってないんで。すいません、一番いいところ映ってないです。顔しか映らない。あんたすげえ腫らしてるよ、角度的に。なんだっけ、あの北斗の拳の、はい、お前はもう死んでいるですか。違う、こんな太った、あ、なんか言ってましたね。何でしたっけ、なんだっけ。強いやつですよね。いや強くないよ。攻撃効かないやつじゃないですか。腹が出太ったやつ、なんだっけあれ。暑いっすね。暑いね。あんた日陰で休んでなかったさ。はい、遠目に見る師匠もいいなと思って。俺がやってるの見えた。うわ濃いね。はい、なんか一人分なのこれ。これ一人分ですね。二人座ったらどうなの。ぶっ壊れます。
よいしょよいしょ。いいね、憧れの大覚寺、何度来てもいいね。あんた何良さそうですね。へきへきとした顔してるの。いやいや、喜んでるなと思って。え、喜んでるなとほら涼しいじゃないここ。いや、ここは涼しいですけど。ああ、僕ちょっと、僕の方が日に当たってますね。じゃあ変わる。いや大丈夫です。